はい、おはようございます。なんかちょっと一瞬声が裏返った。おはようございます。ケンタ店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず宣伝です。動画の概要欄にですね、なんだっけ、ナチュラルボディービル研究所というブログと、あとタトゥーライフというブログの URL が載ってますので、ぜひですね、ブログとか読み物好きな方はチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。あとですね、なんだ、過去のおすすめ動画とかもですね、動画の概要欄にまとめてありますので、そちらもですね、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。はい、宣伝おしまいです。というわけで、本日の動画の本題なんですが、今日はね、タイトル的にはですね、考えてなかったんだけど、どうしようかな。ちょっとまたツイッターとかネット系なんですけど、これしよう。ネットヤンキーがガチで怖いみたいな、はい。ね、タイトル決めておかないと、本当にいつもこうやってね、失敗するんだけどね、同じ失敗繰り返すんだよね。なんかまあネットヤンキーがガチで怖いみたいな、そんな感じでいいと思います。はい。最近ですね、今さっきも動画の冒頭で宣伝した、タトゥーライフっていうね、ブログを本格的にちょっと、開始して書くのをね、もともとナチュラルボディービル研究所っていうブログがメインで、それ一本でほとんどやってたんですけども、最近ちょっとね、ちょっとずつタトゥーライフ、ずっとタトゥーのね、取材とか、カリフォルニアにね、行って結構撮ったりもしてたんで、動画だけでやっとくのもったいないなってことで、ブログにしようっていうことでね、ブログの方がやっぱほら寝る前とか読みやすいじゃないですか。動画見なくてもいいから、はい。だから動画じゃない、ブログにしようかなーってことで最近始めたんですけど、で、それに伴ってですね、ツイッターのアカウントを作ったんですね。はい。もともと自分のそのメインで、基本的にはリアルの知り合いだけをフォローするアカウント。これがメインで使ってたやつで、もう一個が筋トレ用のアカウントを持ってたんですけど、さらに一個アカウントを作りまして、ブログの宣伝用といいますか、タトゥーライフっていうブログやってるよぐらいの、アカウントを作ったんですね。はい。でもせっかくなんで、ブログの宣伝がてら、過去に僕が、取材した女の子たちとか、タトゥーのね、タトゥー入れた女の子たちとか、マッチョのね、タトゥー入れたマッチョとか、ホラレ師に、ホリ師じゃなくて、ホラレ師側に焦点を当てた、なんていうかな、タトゥーのシェアアカウント、タトゥー紹介アカウントか、みたいにしちゃおうかなってことで、過去のね、結構自分的にこれいけてるなっていうタトゥー画像をツイートし始めたんですね。宣伝がてらね。はい。ほんで、前にその僕の動画でも紹介させてもらった、女の子がいて、その子の写真、いけてる、結構タトゥーのいけてる写真があったんで、それをトップ画にしたんですよ。はい。別に、その自分が、なんつうの？女を演じてるわけじゃなくて、これいけてんなっていうか、ちょうどツイッターのあの丸いトップ画にぴったしはまったんで、あ、これでいいやってことで、とりあえずプロフィール画像にしたんですね。だけどカバー画像は僕の入れ墨っていうか、あれが写ってる、カリフォルニア行った時の写真なんですよ。そう。だから多分、これ別に勘違いしないだろうと。カバー画像は男だし、プロフィール画像が女だって言ってもね。俺はね、勘違いされないかなと思ったんですよ。で、自己紹介文にも、ケンタ店長 Vlog より、ホットなタトゥーをお届けみたいな感じで書いたんで、ケンタ店長 Vlog って書いてますからね。なのに、トップ画が女性だからかわかんないけど、それしか見てないのかな？めちゃめちゃ男からフォローと、DM とか来るんすよ。はい。で、フォロワー増やそうかなってことで、結構、フォローバックしますよ、みたいな、フォローしてくれたらフォローバックしますよ、みたいなツイートしてるんですけど、3日ぐらいでね、結構フォロワーさん集まりまして、大体男なんだけども、多分俺のこと女と勘違いしてんだろうね。裏垢っちゅうんすか？はい。
よくわかんないけど、なんか裏垢男子みたいな、なんかその、なんつうのかな、メインのアカウント、よくわかんないんだけど、裏垢って。そのメインのアカウント以外に、なんかその自分のそのちょっと個人的な、結構、なんかディープな趣味を出すアカウントなの、あれ。知らんけど。多分自分の本体を隠して、なんかその、エッチなツイートとか、する用のアカウントなんだろうね。そういう連中からめちゃくちゃフォローされて、その入れ墨のアカウントが。で、ね、どんなやつにフォローされたんかなっていう、見るじゃないですか。やばいんですよ、みんな。ちょっと僕はやっぱまだね、結構その SNS とかやってるとはいえ、まあ35なんで、どちらかというとそのなんかアナログとデジタルの狭間でね、揺れる世代なんですよ。だからどっぷりじゃないんですよね、そのネットの世界に。だからなのかもわかんないけど、だいぶ気持ち悪いんですよね、その、フォローしてくる裏垢男子ってやつらが。で、どんな内容を書いてるかっていうと、もうプロフィールがめちゃくちゃキモいんですよ。これごめんなさいね。俺のリスナーさんでももしかしたらそう裏垢男子とかってやってる人いるかもしんないけど、いや、あれキモいな。まあ、大体なんかその、まあ、セフレ募集とか、なんか、性欲持て余してますみたいな。そういうプロフィールなんですけど、あれ女の子から返事とか来るの？あれ。メッセージ来んの？あんなんで。気持ち悪いぞ、だいぶ。そんなのからフォローされても俺フォローバックなんか絶対したくないよね。だって、ド変態です。あそこでかいです、みたいな。いや、知らんし、みたいな。なんかもうプロフィール、なんつうの、気持ち悪いんだったら読むんじゃねえよって言われるかもしんないけど、だって、フォローしてきたらさ、読めちゃうじゃん。だってどんなやつがフォローしてきたかなって見たら、ちょっとプロフィールの一文出るから、そこでなんかみんなド変態です。なんかAF 好きですとかね。なんかそういうの好きな女性募集とか、なんかエッチな画像をツイートしまくりますとかね。いやいやいや、あれ客観的に見たらだいぶ気持ち悪いけどね、あれ。なんかわかんない。俺はね、だいぶ、ほら、そういうの疎いし、正直興味もないから、あれなんだけど、今普通なの、あれ。なんか、目的がよくわかんないんだよね。多分だけど、よく居酒屋とかでね、飲み会とかで、会社の女の子とかに、なんかエロいこと、下ネタをやたらなんか話したがる親父いるじゃないですか。で、なんか、それで興奮してんのかな、よくわかんないけど、それと同じレベルだと思うんですよね。で、なんかめっちゃそのね、そいつらのツイートとか見ると、なんかすごいなんかそういう下ネタについてめちゃくちゃ熱く語ってるツイートなんですよ。誰が見るのかは知らんのだけど、まあ多分つぶやいてるだけで満足なんだろうな。で、だいぶ気持ち悪いよね。まあいいんだと思うよ。健全なのかな。ちょっとこれわからん。言葉の、言葉が難しいな、これな。健全ちゃ健全なのかな？ 元気っていうことだから、いいのかもしれないんだけど、僕なんて全然そっち系元気ないんで、まあそういう意味では、まあ健康なのかなとは思うんだけど、誰がそんなさ、ねえ、わけもわかんないおっさんとかさ、なんか、まあ、トップがもう結構、まあ、どちらかというとキモいんですよ。まあ、そんなことつぶやいてるやつだから大抵キモいんだろうけど、そんなやつらのそんなツイート見たいやつっているんかね？でもいるんだろうね。俺の動画を見てくれる人がいるように ねえ、やっぱり世の中は水凶な人たちがいますから。水凶なね。ひどいよね。動画見てもらって水凶なってね。でもまあ、捨てる神ありゃ拾う神ありっつってね。やっぱそういうツイートも需要あんのかな？だから成り立ってんのか知らんけども、すごい多いんだよ。裏垢男子っていうやつからめっちゃフォローされるんだよね。俺、フォローバックしないんだけど、フォロバ100とかね、書いたツイートしながらも、そういうさすがにちょっと見てて不愉快なのもね、フォローバックしてないんですよ。だって不愉快だもん。それがプロフィール、なんかその友達のところに表示されるだけでも、嫌だよね。気持ち悪いし、
誰がそんな男のなんかそんな欲望にまみれたテキストを読みたいんかね。はい、誰に届けたいんだろう。まあ、でね、ごめんなさい、これであのネットヤンキー怖いっつったのは、その中で何人かやっぱその裏垢男子っていうのじゃなくても、ちょっとね、いや、これはちょっと痛いなーっていう連中にフォローされて、フォローしてきてくれた人はね、こうやって痛いなーっていうのもちょっと心苦しいっちゃ心苦しいんだけど、まあ痛いもんは痛いからね。なんかね、すごいんですよね。もう写真とかなんかめっちゃこうやっての載せてんですよ。でも、なんかちょっとギャングスタ系のファッションしてんだけど、でもやっぱ偽物ってわかるじゃないですか、正直。あの、服が偽物とかじゃなくて、いや、こいつただのネットヤンキーだな、みたいな。全然そういう格好してるだけでそっち系の人生歩んできてねえなっていうの、なんとなく見りゃわかるじゃないですか。で、そういう人が、なんか、車で、なんか俺、この前割り込みされた、こいつ誰の前に割り込んだかわかってんのか、みたいなね、ツイートとかしてて。いやー、痛いなーと思ってね。多いよ。結構ね、多い。そういう。なんか、だからね、なんていうのか、ツイッターって、僕、今まで見たい人のことしか見てなかったんですよ。その、自分のメインのアカウントも、基本リアルの知り合いしかフォローしてなかったんで、で、筋トレアカウントも基本筋トレのトレーニー系のアカウントしかフォローしてなかったんで、あんまりそういう気持ちの悪いっていうか、ちょっとなんか様子おかしいなっていうアカウントってなかったんだけど、今回そのタトゥーのアカウント作って、なんかはい、女性のトップ画にしたら、プロフィール画像にしたら、めちゃめちゃやばいやつらからフォローされて、うわ、ツイッターっていうかネットの世界ってやっぱおっかねえなって思ったっすね。いや、ネットヤンキー怖えよ、マジで。もうなんか違う方向に生きていくから怖いよね。でもやっぱ訂正できないじゃないですか、ネットの世界って。お前それ気持ち悪いよってね、リアルなやつだから言われるわけじゃなくて、せいぜいネットからね、ネットの付き合いで叩かれるだけだから さほどダメージないんでしょうね。だもう本当に自分ワールドがみんなすごくて、まあ、これ悪いことじゃないんですよ、自分ワールドってね。だけどやっぱのエロ裏垢男子っちゅうのはちょっとやっぱね、俺は嫌いだね。気持ち悪い。 みんなそういう一面持ってるんだろうけど、そういうなんかなんて言うんですか、人に言えないような性癖とかね。まあ、あるんだろうけどね。あるんだろうけど、なんだろうね。なんか最近それを発信することが、なんかイケてることみたいになってる。てか、なってるっていうか、思ってる人も多分いるよね。これ、男子だけじゃないけどね。女子っていうおかしいけど、女性も結構あるよね。その彼氏とのそういう、なんか性のことに関して、赤裸々になんかすごいツイートして。まあ、めっちゃそういうの男とかからいいね来るんだろうけど、なんだろうね。あんまりオープンにしすぎるのもなんか微妙な気がするよね。それをなんか声を大にしてガンガン発言しまくるのって、まあ、信念があるんだったらいいけどね。いいねが来るからやるっていうのはちょっとなんか、なんだろうな、下品だよね、やっぱね。まあいいんだけどさ、これ、まあ好き好きだからいいんだけど、なんかちょっとね、怖いなって、SNS ってやっぱりちょっと、なんかちょっと人のほの暗いところがすごい見えて怖いよね。だから俺あんま SNS で人の見るの好きじゃないんだろうな。もともと別に人間がそんな綺麗なもんだとは思ってないけども、ねえ、夜の世界だってねえ、いろんなところでやっぱりね、いろんな汚いとこ見てきましたから、いや、人間って汚ねえなと思いつつも、SNS ほどね、やっぱりね、汚いところをね、なんか声を大にしてさらけ出すようなことはないから、やっぱ現実世界っていうのは。なんかこう SNS っていうのはちょっと見てるとね、俺は気分が沈むんだよね。だからそういう意味ではよく若者が見てる TikTok とかインスタのストーリーとかの方が、まだ心にはいい影響なのかもしれないね。
って思った。なんかツイッターのなんかちょっと本当に、ねえ、そういう汚らしい人間のなんかそういう汚いところをわーっとぶちまけまくってる感じがどうも俺は苦手なんだな。って思っただけの、動画ですね。入れ墨好きな方はね、全然もう本当にフォローしてください。どんどんこっちもフォローバックしますし、ね。で、入れ墨欲が刺激されるようなね、画像もツイートしますので、そういう方はぜひね、フォローしてくれればと思います。そんだけです。ごめんなさいね。裏垢やってる人いたらごめんなさいね。リスナーの中で。別にやっててもいいと思いますよ。法律で罰せられるわけじゃないから。ただ単純に俺があんまり好きじゃないだけで。っていう話でした。では、ケンタ店長でございました。さよなら。